たまくれ。あんた、あの子の何なのさ。こんばんは、風船うさぎです。こんばんは。どうも。いやいやいや。感じ。口々やね、もう好きなように言うてや。いやいやいや。ね、今日、このグビイベント最後、風船うさぎがやることになって、かなり私緊張してるんですけど。あ、やだ、恥ずかしい。もうよろしくお願いします。帰れ。帰れ。帰りたない。あともうちょっと頑張らせて。ほんで、19日にもちょうどね、先週の土曜日にも我孫子でライブやらせていただきまして、その時もたくさんの方来ていただいてありがとうございました。あの時見た方あの時も見て方や緊張しとんねん。サングラスかけて登場したの知ってます？知らん。誰は知らないの？絶対知ってるやつは今の。で、まあまあ、サングラス月間かなと、今月はね。これね、ほんまね、今日はもっと真面目なセットリスト考えてたんですよ、最初は。SE もちゃんとあって。だけど、この間練習で急に中根さんが引き出して、それええやん、やろうよってなって、ね、急遽やることになって、サングラスまでお借りして、ちょっと高いやつなんでね、そっと置きましたけど後で返します。レイの番っていうやつよね。レイの番とちょっと違うかも、ちょっと書いてもらって。あ、そうな。はい、でもレイの番ですかね。いやいや、もうすいません、ほんまに。
ほんで、そんなわけでですね、今日はじゃあその19日の時には、新曲今2曲やってて1曲だけしかやらんかって出し惜しみしてたんですけど、それを今からやります。新曲2曲ってことやね。続くやね。続くよ。はい、オッケー。続く練習したよね。はいはい、しました。しました。はい、あなたテンポね、テンポ。はい、あなたの特訓受けました。何やの、女の子さんが。いきます。ワン、ワン、ツー、スリー、フォー。
真さんごめんね。見切り発車してしもってごめんね。手上げてたから。そこ練習したやんな。あもう行ってはるわ思って。絶対クリスについてこられへん思った。もうほんまに。音外れてた。なんやねんもうみんな。まあ、こんな感じなんですよ。こういうグダグダ感がね楽しいんですよね。ライブはね。ライブはね。なんやのなんやの。だってみんな反省の口調を口々に。中根さんなんもないの？あ、メガネ拭いてるから俺はいいよ。俺は何もないよ。俺は完璧だよ。まあそんなわけで、新曲をなんで最初がダメでした？踏んでなかった。あ、わからない。ということで、今からじゃあ風船恒例メンバー紹介なんですが、今日押してるし打ち上げ行きたいからもうサクサクっとやります。短縮バージョンで。先週カルチンと初めてこう一緒にライブをして、初めてのウェルカムコメント続きの初ライブを終えて、みんなからこう一言ずつね、カルチンになんかちょっと言葉ないのって思ってたんですけど、もうサクッとみんなでね、せーので、ありがとう、これからもよろしく、せーの、ありがとう、頑張れよ、これからもよろしく。ということで、とりあえず、ケンゾーさんです、ピタさんです、しげしげです、みゆみゆです、カルチンです。カルチンの声はとりあえず聞いとこうかな。はい、カルチン言うてくれ、笑って、すごいよね。じゃあね、今ほんまね、今風船のスタジオでメス入ってるから、めっちゃ旬やねん。すごいよ。うまい人おる。そう、そんなんなんで、この声が聞こえたら、あ、カルチンおるなって思ってください。そんなわけで、もう一度改めまして、カルチンです。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。いやそんなわけでね、昨日何気に密かに誕生日やったしげ兄もちょっと言うとこが、しげ兄お誕生日でした、おめでとう、イエーイね、まあ、何歳やったっていうのはちょっともうね、そろそろもうデリケートなお年頃やから。ハッピーバースデー言ってくれてますよ。なんかハッピーバースデーとゥーユー、なんかすいません、ありがとうございます。お経みたいな。ハッピーバースデートゥーユー。まあそういうことでな。うん、まあ、ええやないか。はい、はい、はい、あ、誰、ちょっとあなた、やめてくれる、そういうこと言うの。演技の分からんよ。もう半年ぐらいは生きるわ。半年ぐらいってもうちょっとさ、なんかさ、楽しく仲良くやっていこうな。はい、ほな次は、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ次の曲行きましょうか、サクサクっと、今日いいんじゃん、テンポ。はい、ほな、風船の、新曲じゃないやつやり、今までですね。長渕剛やな。違う。何や、長渕剛とか好きやな。出たよ、今。はい、行きます。はい、
ここしか出せないんです、私ちょっと腕とかあんまり。まだ
次回の風船うさぎのライブなんですけども、空きますが9月22日、本町マザーポップコーンさんの方でやりますでね、それがね、いやありがとうございます。もうね、見に行くで、え、見に来いや、絶対で、ね、あのね、ちょっとね、タイトルとか決まってないんですけど、ちょっとね、エロチック系、ちょっとでしょ、喜びすぎたちょっとね、エロい系の歌をね、ちょっとやって、タイバンさんも、信号トヨタ&プレイメイツで踊るかな、なんかそのような名前の、ちょっとね、ピシッとこう黒スーツで決めて、なんかこのハットとかかぶってめっちゃこうかっこいい、男性、あれまあ、まだその時はもう、おしっことかいかかったまあ、ね、そこと一番止めがね、秘密結社スケベってご存知ですか秘密結社スケベっていうね、ちょっとね、特殊形状椅子を扱ってる会社の5人組の社員がね、ちょっとバンドするっていう社員証にちゃんと特殊形状椅子のマーク書いててドン・キホーテとかで売ってるみたいな、そういう体でね、のんちゃん入られへんで、そこはな、なんで、未成年あかんからな、未成年未成年子供産んじゃったいや、ほんで、まあ、そこはそれは忘年会ライブから生まれた企画バンドですよね。それがなんかもう今レギュラー化していて、私その秘密結社スケベのボーカルなんですよね。だから2つ出るんですけど、調子乗ってね、ねえ大変ねえ、ベース、さっきやってくれてた、ああ歌った中西曽くんが秘密結社スケベの、派遣社員から最近営業になってねまあそんな体でやって、その3バンドでやります。でまた詳しくはホームページとかにお知らせしますので、今日名刺もらいました、ちっこいの、あ、印刷ちょっとずれてるやつ配り倒してたな、配り倒してた、落ちとってさ、ちょっと楽しかったわ、入り口に2個パー落ちとって、僕落としてる、拾っといたけど私落としたって2枚、え、2枚落ちてたね、あ、2枚落ちてました、うん、2人誰やろうな思って、師匠師匠、先週どないしたんですか、先週先週待ってましたよ、もう師匠ねえ、ちょっとテレビとかね、ありましたテレビにね、映られてね、ほんまね、ねえ、前科何杯ですそうやったんや、あ、そういう番組やってね、いやいやいや、すいませんね、いじってほんまに、まあそんなんでね、はい、で、その名刺の裏にホームページとか書いてますので、また時々チェックとかしてもらって、あ、わかりました、もうぜひぜひでミクシーもね、コミュニティっていうのがあって50人突破したんですよ。もう嬉しいね。いやー、なんかちょっと記念のなんかしようかなー思って、多分またブーブー言われるけどなんかやろうかなー思ってるんでね。誰がブーやねん。君がブーだよ。ちゅうことですわ。ほんなら、とりあえずそういうことで、じゃあ最後の曲に行きたいと思います。久しぶりですね、この曲。そうね、はい、ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。皆さん一緒に騒いで、歌って帰ってください。わI'm not afraid to die.
からなくなってしまう。お前はそう思ってる。なんとか言ったサンコール、すぐやっちゃうよ。かなり負けぐらい腰振っとったよ。かなり負けぐらい。ありがとうございます、サンコール。すみません。じゃあもうね、あの用意もしてることなんで、サクサクっといきましょうか。2曲ぐらい困ったなこれは。ちょっと待ってよ。時間あったらもっと ね、もっとねかっこよくアンコールするんだけどね。あ、そうそうそう、時間ないから、ね、時間ないからね。サクサクっと打ち上げ行きたいでしょ、だってそればっかりなんか今日はね、あのお友達バンドさんといっぱい今日対バンできたんで、ちょっと嬉しくて、できたら打ち上げ行きたいな思って。よろしく。お客さんも来てね。じゃあ今から皆さんでまた踊りましょう。自然と踊ってもらってステージに上がってくる。上がってきてもいいぐらいの勢いですよね。よかったよ。女子やで、女子の歌やで。可愛く踊れる人限定ね。師匠でもいいよ。もうほんまに。ほんなら、前回の我孫子でもやりましたが、あの時はあのね、紅生姜さんのシスターズにこう手伝ってもらったんですけど、今日は、私一応、まあ、ランちゃんやって、ミキちゃんやって、スーちゃん後ろで歌ってくれます。じゃあ行きましょうか。年下の男の子です。なんやのお前。Yeah.
ください。